北条時氏は、鎌倉時代前期の北条氏の一門。鎌倉幕府三大執権、北条安時の長男。兼任三年、北条安時の長男として生まれた。上級三年の上級の乱では、父の安時と共に、東海道を攻め上り、5月21日に18期で従軍した。この乱の最中の大きな戦いであった月日の宇治川合戦において、 朝廷方の激しい抵抗と宇治川の急流に阻まれた幕府軍が苦戦している中で時宇治自らが宇治川を敵前と化する功績を立てた。女王3年6月、父が第3代執権として鎌倉に戻ったため、入れ替わりで六原短大北方に任じられ京都に赴任した。軽く3年4月20日に修理室に任官し、 安定元年には若狭国の仕事となった。若き時氏寺は将来第四大執権となることを期待されていた。時氏寺の六原短大在任中の京楽周辺は先の上級の乱の余波で治安が乱れており、京都の警備担当者として治安の取り締まりに当たる一方、特捜家の着手であることから南北領短大の主導的立場にある執権短大として在職した。 関疑元年3月23日、時給児の配下である、三千亀清が借金の返済をめぐって、トラブルとなり、貸主である日吉二宮社の僧侶を殺害した。その際に、両者の従者も争いとなり、三千の従者も殺害された。日吉二宮社の本所である、延略寺は時給児に、三千の引き渡しを求め、六原丹大は、日吉二宮社に、 三千の従者殺害の下手人の引き渡しを求め、両者は対立した。これにより、延略寺の総兵と六原丹大の武士が、衝突する騒ぎとなり、当時の延略寺のトップである、天台座主であった御事政法方神は、事態の収拾に責任が持てないとして辞任してしまった。安時は事件に関わった、三好ため、清と同僚一名の配慮を朝廷に申し入れようとするが、 時有事がこれに激しく抵抗したために、処分がようやく決定したのは6月になってからとなった。翌管理2年3月28日、六原短大在職中に病に倒れて、鎌倉へ戻った。六原死後次第では、鎌倉へ下校中の宮地山で発病したとされる。その一方で、この年の、東鏡まる正月26日場によれば、 先口に人がいないという口実で、安時が有力御家人の指定を上落させており、これを延暦寺と対立して、朝廷の移行にも抵抗した時氏を六原短大から更迭するための安時の布石であったと考える説もある。また、3月11日の段階で時氏の公認として、北条十字が京都に派遣され、さらにこれに先立つ2月19日には、 十字の就任と出立を祝う犬を者が、由比ヶ浜が開かれているため、時宜寺の交代は2月時点ではすでに決められていた可能性が高い。ただし、騒動から1年後の皇鉄は、時宜寺の廃着を意図したものではなく、いずれは、安時の後継者とするべく、鎌倉中央政権での養殖に就かせることを念頭に置いた移動とも考えられる。ともあれ、時宜寺は、 病の床についた。安時らは様々な治療や祈祷を行わせたが時氏の体調は回復せず、6月18日犬国に父安時に先立って死去した。去年28、藤原定家が自らの日記、赤月期6月10日上に時氏は消化治病であると記しており、 糖尿病の悪化が尿毒症などの腎臓系の病気を引き起こした可能性を指摘する研究家の説がある。3年前に暗殺された弟の時寂と同日の死であった。時宙寺の遺外は6月19日の虎国に大事寺の傍らにある山麓に葬られた。北条氏の後継者として期待していた愛息に先立たれ、安時は悲しんだと伝わる。また関東では、 時給時の死を悼んで出家する者が数十人に上ったという。時給時の死から12年後に、安時が没死。第四大出家には、時給時の長男の教授が就任した。日付イコール旧歴。ありがとうございます。